世界四大文明の一つ黄河文明は、文字通り、中国中心部を東西に貫く黄河のほとりで誕生しました。中国の統治権を争うことを、中原西花王と言いますが、この中原というのは、現在の西安を中心とした黄河のほとりを指します。映画、キングダムで、知名度の上がった旗の始皇帝、項羽と劉邦など多くの人間が、中原で権力闘争を繰り広げました。その黄河と並ぶ中国のもう一つの大河が、長江湖と揚子江です。日本と中国の国交が正常化し、中国三流孤児などの存在が、やっと知られるようになった頃、長江に焦がれた一人の歌手が、映画を作りました。歌手の名はさだまさし。映画のタイトルは、そのものズバリの、長江でした。話題になったのですが、ヒットせず、さだまさし自身は、50億円とも言われる借金を、背負ってしまったというのは、当時の有名なエピソードです。現在の、長江沿岸には、三国志の蜀の都で、パンダの故郷として、有名な、成都、工業都市ターチン、コロナウイルス発症の地と言われた武漢、大平天国の乱が起きた、南京、そして観光都市として、人気の上海などがあります。また、南京は、日中戦争中に、蒋介石が政府を置いたところでもあります。つまり、長江も中国にとっては重要な拠点であることに変わりはないのです。その揚子江河口にアメリカの駆逐艦が接近したという事実を知った中国は、どれほどのショックを受けたことでしょう。驚き、怒りなどなど、様々な思いが交錯したものと推理します。今回の主題は、アメリカ駆逐艦、長江河口に接近です。最近の中国の目は、尖閣諸島や台湾など南西の海上に向けられているようですね。世界中がコロナウイルス対応で四苦八苦していた時にも、発生源と言われる中国は、どこ吹く風といった体で、しょっちゅう、尖閣諸島の領海付近に出没していました。実は、国境問題が存在するロシアも、中国にとっては、油断ならない相手のはずですが、対西側、アメリカ、イギリス、日本など、では利害が一致することもあって、ロシアの脅威はないもののように振る舞っている中国です。ロシアについては今回はスルーしておきましょう。では本題に戻ります。アメリカ駆逐艦が長江に接近したという情報源は韓国の新聞でした。韓国中央日報は2021年4月3日、北京大学慶応研究所士官のシンクタンク南海戦略体制監視計画が、アメリカ海軍第7艦隊所属のアーレイ・バーク級駆逐艦マスティンの航跡図の分析を行ったところ、長江河口付近に近づき、G 行動を取ったと報道したのです。シンクタンク南海戦略体制監視計画の調査によると、マスティン駆逐艦は、横須賀港を、3月27日出発し、東シナ海から上海東沖合250km で方向を変え南下、長江河口の船山群島東側 50km のごく近距離まで接近。その後通過していったということが明らかにされました。50km ですから、多くの都市から駆逐艦の姿を見ることができたでしょう。一般市民の動揺、反応が気になるところです。アメリカ海軍がこういった動きをした理由を推理してみます。この日、たまたま、アモイでは、中国と韓国の外相会談が行われていたのです。
非公開でしたが、北朝鮮問題などについて話し合われたものと推測されます。つまり、アメリカは自分と韓国の同盟関係に機微を入れようと画策している昨今の中国の動きを牽制すること、そして中国の脅しにひるんだ韓国が中国寄りにないようにと釘を刺すという意図もあったのではないかと思われるのです。駆逐艦、長江河口に接近の知らせに中国は素早く対応しました。即、空母遼寧を含む6隻の艦隊を動かし、宮古海峡を通過後、西太平洋に進出させました。中国のこうした機動力の凄さには驚きますね。この中国艦隊の中でも、注目を集める艦が055型連配級ミサイル駆逐艦南明です。この艦が、2021年3月、対馬海峡から日本海に入ったことを海事が確認していました。このせいで、南明の存在が知られるようになったと言われています。この連配艦は、ステルス性の高い艦と言われています。高度な情報分析ができる艦として、いわば、中国海軍におけるイージス艦として、西側各国は認知しているようですね。中国海軍は、将来的に、空母と連配艦を組み合わせて、艦隊を編成し、空母打撃群として運用していくのだろうと推測されているようです。アメリカの動きを見てみましょう。4月4日、空母セオドア・ルーズベルトを擁した第9空母打撃群が南シナ海に入り、マレーシア空軍との合同訓練を展開しました。中国へ圧力をかけようと言わんばかりに、アメリカも対応したということになります。4月7日、中国軍機15機が台湾の防空識別圏に侵入し、即アメリカ海軍が第7艦隊のアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦を台湾海峡を通過させました。つまり、台湾周辺から南シナ海にかけてアメリカと中国がそれぞれ G 行動を展開しているわけで、一触即発状況と表現しても過言ではない緊張状態に陥っているのです。言うまでもなく、数年来、中国が強引な軍事的海洋進出を図っていることは明白です。この動きについては、アメリカやアジア諸国だけではなく、ヨーロッパ各国も関心を示し、フランスはフリゲートや原子力潜水艦による南シナ海航行を実施しました。ドイツ海軍もフリゲート艦を派遣しましたし、イギリス海軍は空母クイーンエリザベスを含む空母打撃群を派遣して日本に寄港させると発表しています。ということは、多くの国が協力しながら中国を取り囲む動きが少しずつ出てきていると言えるでしょう。前述のフランス、ドイツ、イギリスの3国については、九段線は国際海洋法条約に違反しているという公上書を提案しています。九段線とは、70年以上も前、中国と当時の台湾、中華民国との間で、勝手に南シナ海上に引いた線です。自分たちの利益を守るために、勝手に引いたこの線を、根拠として、中国が南シナ海の領有権を主張しているのですが、おかしな主張ですし、支持する国はいません。この3国のように、おかしい、違反だという意見の方が、大勢を占めているのです。そのため、中国の勝手な主張に、反対の立場を表明する意味もあって、フランス、ドイツ、イギリスの3国が、軍艦を派遣したものと思われます。こういった状況下ですが、降参する中国ではありません。どんなに不利になっても、自分の言い分を主張するのが、中国の中国たるゆえんとも感じなくはないのですが、
しかし、一つだけはっきりしていることがあるのです。台湾にせよ、尖閣諸島にせよ、海戦のイニシャチブを握っているのは、残念ながら中国ということなんですね。特に際どい関係の台湾に対して、アメリカの新しいインド太平洋軍司令官の発言が注視されました。司令官は、大勢の人間が中国の台湾侵攻に脅威を感じているが、実際の事態は予想以上に深刻で切迫していると述べたのです。つまり、中国による台湾侵攻は喫緊課題と誰もが認識しているため、アメリカが東アジア地域防衛力強化用に提案している約2兆9000億円の計画を早急に実現する必要があると強く主張したというわけです。万が一にも中国の台湾侵攻を見逃して台湾が中国の支配下に置かれることになったら、台湾近海を経由する物流が滞るのは一目瞭然です。アメリカの貿易に甚大な影響が出ることになるでしょう。インド太平洋軍の新司令官の発言について、日本政府はその重みを真剣に考えるべきと思います。台湾をめぐってアメリカと中国が軍事衝突した場合、日本にとっては対岸の火事ではありません。台湾との経済的関係ももちろんですが、精神的には中国より台湾の方に親しみを感じるという人が多くなっていることも無視できないはずです。また、在日米軍の基地防衛や多くの資源を輸入に頼らざるを得ない日本に、重要な影響があるシーレーン防衛など、自衛隊の担う部分が拡大する可能性があるのです。一例ですが、この大事なシーレーン防衛のために、警戒中のアメリカ海軍艦船が攻撃を受けたら、援護のために自衛隊が武力を行使しても許されるのかなど、起こりうるあらゆる可能性を想定しながら、一つ一つの課題を検討していくことが急がれると思われます。